はい、どうも、みさこちゃん、登るです。というわけでね、むちゃくちゃ久々になってしまったんですけども、やってまいりましょう。登るの独り言でございます。もう本当にいつぶりだろう。8月に多分撮ったやつが最後なんじゃないかな。確か、アニポケについて語るみたいな動画をちょろっと出したと思うんですけど、それ以降ね、登るの独り言っていうものについては、ほとんどっていうか、全く出してなかったんですけども、まあもしかしたらこれを初めて聞くっていう人もいるかもしれないから説明しておくと、ただ僕が独り言を喋るっていうだけの動画です。 で、まあ別にね、もうどんな用途に使っていただいても構いません。ただ、まあ日曜の、というかもう月曜日か、月曜日の午前0時に出している理由といたしましては、まあ日曜日のね、もう明日から月曜日が始まるよ、寝れないよっていう人がね、もし仮にいたら、この動画を聞きながら、どうでもいい話、声だけ聞いて寝ていただければなというような感じで作っております。まあ目的としてはただ僕が喋りたいだけなんですけど まあそんな感じでね、ただ僕が独り言を喋るだけの動画になっております。で、今日はね、ちょっと近況報告的な感じで動画撮っていこうかなというか、喋っていこうかなと思うんですけども、まあ近況報告って言っても特に何か報告しなきゃいけないことがあるかって言ったら別にないんですけど、まあ8月いっぱいずっとね、こういう喋る機会っていうのを自分で作ってなかったんで、まあ8月もうね、夏休みも皆さん終わったと思います。終わってないのかな、大学生とかの方が多いから、割と終わってない人とかももしかしたらいるのかもしれないな。まあそんなね そんなことは一旦置いといて、まあ8月もね、終わって、9月の今日は10日？あ、10日か。10日ですね。もうなかなか まだまだ暑い日々が続いておりますけども、まあもう夏は一応終わったっていうことになるのかな 8月は、まあ僕は何だろう、あれだね ゲームの中古のゲームか 中古のゲームをいっぱい買いに行きましたね。まあ僕ね、今動画見てる人なら分かる通り、懐かしいゲームをいろいろやってるんで、まあ昔やってたのに今もう家にないみたいなゲームとかもやっぱりあるんですよ。ゲームというか、まあソフトがあるんで、まあそういうのを仕入れにいろんなとこ行ってましたね、8月は。で、まあね、結構普通にやる、もうか確定して、やることが確定しているゲームも、そうじゃないゲームも含めて、10本、20本、もっとだな、20、2、30本ぐらいはね、買ったんでね まあこれをちまちま消化していこうかなと思っている次第でございます。まあこののぼるの独り言が投稿されている時にはね、もうまた新しいショート動画のね、シリーズ、初めての Wii のタンクが始まっていると思うんですけど、あれもね、もう昔めちゃくちゃハマって、お兄ちゃんとずっとやってたんですけど あれのね、僕終わりを見たことがないんですよ。なのでね、まあ今日から毎日毎日、初めての Wii のタンクの記録を更新し続けるっていう企画をやっていこうかなと思います。まあ、どうなるんだろうね。まだ全然わからないんだよね、正直。一体、あれがいくつぐらいまであるのかっていうのが、僕自身もあんまり分かってないんで、ステージが。確か90ぐらいまではあったような気がするんだけど、それ以上、どこまで続いてるのか、マジで未知数なんで もしかしたらね、めちゃくちゃ長期企画になっちゃうのかもしれないんですけども まあ前日の自分よりも、先へ進んでいくっていう形のシリーズになっておりますね。で、ショート動画の投稿時間をね、7時から7時半に変更いたしました。まあ、いつもね、金曜日はだいたい7時半に投稿してたんですよ。アニポケに被らせないために まあ 別にね、僕が今そこを気にしなきゃいけないかって言ったら、別にアニポケを優先する人の方がそりゃ多いだろうし、というか、そこがね、そもそも、なんだろう 争い合うなんてことももちろんないんですけど、僕は単純にアニポケを見てほしいんでずらしてただけなんですけど、今回の企画からはもう一律7時半投稿にしようかなっていうふうに考えていますね。まあなんでね、今回というか今日のタンクも7時半に投稿されたと思うんですけど、まあそこまで別にみんな気にしてないか まあできる限りね、その僕が見ている層がよくログインしてる時間帯にね、まあ投稿しようとは思ってるんで、まあ7時とか7時半ぐらいっていうことを目安にはしてたんですけど、まあ7時半で固定化しようかなっていうふうに考えてますね。
あとは、その動画投稿系の話で言うと、もう一つ。今までね、マリオカートストーリー系の実況っていうのをひたすら交互に投稿してたんですけど、土日はストーリー系の動画を固定化しようかなっていうふうに考えてます。なので、月曜日マリオカート、火曜日ストーリー、水曜日マリオカート、木曜日ストーリー、金曜日マリオカート、同日で両方ストーリーの動画をポンポンと出していくみたいな形になるかなと思います、今後は。なので、若干マリオカートの本数が減るっていう感じですね。若干、まあ若干だね。若干減るっていう形になると思います。そこの投稿時間は特に変えるつもりはないんですけど、まあ別に僕の投稿時間を気にしてる人がいるかって言ったらきっといないとは思うんだけど、まあなんとなく僕の中で勝手に決めてるだけなんで、あまり関係ないんじゃないのかな。ただ、まあ、ストーリー系の動画が増えるっていうところで言えば、ちょっと関係あるというか、まあ、そのストーリーが早く進むようになるんでね、まあ、いろんなゲームをやれるようになるかなっていった感じになっておりますね。まあ、今収録してるのが日曜日の、ちょうど7時半。今頃タンクが公開されてる頃ですね。7時半なんですけども、もう実はね、今、やっているストーリーのダンボール戦記の最終回は撮り終えていまして、今日投稿されたのか、今日というか昨日なのか、日曜日に投稿されたのか、ルシファー覚醒したところか、ルシファーがね、ルシファーとの戦闘の回なんですけど、今日投稿したのが、あと2本ぐらいで終わるかなと思っております。で、まあ、ダンボール戦記が終わったら、また今度は新しいゲームをね、投稿していく形になると思うんで、次、新シリーズが出るのがいつになるんだか、ちょうど次の土曜日か。ね、多分そうなるわ。次の土曜日からおそらく、新しいゲーム実況シリーズが投稿されると思います。正直ね、まだ今悩んでる。何のゲームやるか。候補がね、今3本あるんですけど、マジでね、どれもすごい面白いんですよ。まあ僕がどれもやったことあるんですけど、まあ1本だけちょっとあんまりやったことないじゃないっていうような、あんまり詳しくないゲームで、残り2本は結構、まあ、知ってるゲームなんですけど、ちょっと悩んでるんだよね、何をやろうか。どれもね、めちゃくちゃ面白いゲームなのは知ってるんで、余計に何をやろうかなっていうふうにはちょっと悩んでるんですけど、まあ久々にっていうわけでもないか、久々にっていうわけでもないんですけど、まあ一度僕の原点というか、まあ僕、まあ原点とも、なんかそんな大それたことを言うようなことではないんだけど、まあいつものやり方に戻して、まあ縛りプレイみたいな感じで一つゲームをやっていくかなと思っております。まあ、相変わらずね、懐かしいゲームなんですけど。いやでもめちゃくちゃ楽しみなんだよな多分、そのゲームをやると思う。その1本以外の残りの2本の場合は、縛りプレイをするつもりはなかったんだけど、多分縛りプレイをしながら懐かしいゲームをやっていくことになると思います。楽しみにしといてください。見ろよ、絶対に。俺知ってるからな。これだけ聞いて、実はゲーム実況の方は見てないんですってやついるの知ってるからな。お前見ろよ、お前だぞ、お前だ。まあでも一番報告しといた方がいいのはそれぐらいなのかな。あとはなんだろう、最近はポケモンスリープにめちゃくちゃハマってるとかっていう話かな。まあポケモンスリープね、配信された瞬間から入れてはいたんだけど、もともとね、別にそんなにガチってはなかったんですよ、最初は。なんとなくそのポケモンたちの寝顔を集めて、ああ可愛いなっていう程度だったんですけど、まあここ2、3週間ぐらいで一気にドハマりして、もうなんて言うんだろう、ただの睡眠じゃないですね、あれは。もともとは睡眠のついでだったんですけど、ポケモンスリープのついでに睡眠をしているっていう感じですね、今は。
まあ手持ちもね結構育ってきて、だいたい平均レベルで言うと、まあ、20レベル前後ぐらいかなって感じですね。ただね、あんまりあのゲームね、いい性格のポケモンがゲットできないんですよね。すごいね、理想個体っていうものを追い求めてしまうとね、難しくなってくるんだよ。あのゲームマジで。今のポケモンって普通の、あのコンシューマーのゲームの方のポケモンって厳選すごい簡単だと思うんですけど、いやなんか昔のポケモンぐらいの感覚ですね、その厳選の難しさ。そこまでは言わないけど、そもそもポケモンを捕まえる機会もすごい少ないし、捕まえれる限度もね、割と限られてはないんですけど、課金しないとちょっと限られる部分もあるんで、そこをね、うまいこと帳尻を合わせながらやっていくのがなかなか難しいですね。スリープポイントがマジで全然たまんねえの。あれ、1日ね、その100点の睡眠をすることができれば100ポイントたまっていくんですけど、モンスターボール1個買うのに150ポイントいるんですよ。だから1日1個モンスターボールを使っていては、どん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 ね、ポイントが少なくなっていっちゃうんですよね。難しいね、あれマジで。どうやりくりしていけばいいのかわからない。まあね、満月の日とかはね、あのイベントが来て1日寝るだけで1000ポイントとかもらえたりするんですけど、難しいねあれは。やりくりしていくのが、なんかあの昔遠足の時に300円分のお菓子をね、どうこのお金でうまく買っていくかみたいなのを考えてたのをちょっと思い出しましたね。このスリープポイントで俺は何を買えばいいんだっていうのをね、あそこで吟味したしてる時にちょっとね思いましたね。あとはあれですね、 Wii U を手に入れたとかですかね。まあタンクの実況をやってるんでね、まあ察しのいい人は気づくのかもしれないんですけども、あの無事ね Wii U を中古なんですけども手に入れることができまして、まあ HDMI 出力でね Wii のゲームはやれるようになりましたね。だからタンクもできるようになったんですけど、まあ Wii はね面白いゲームたくさんありますから、もうこれからは Wii のゲームもこう僕のなんていうんだろう、標的って言ったらおかしいけど、視野、僕の視界の中に、視界とも言わないな、なんだろう、テリトリー、ちょっと違うな、なんかそういう時の言い回しがあったはずなんだけど忘れてしまったな。まあ僕のね、その標準に入ったんでね、まあ Wii のゲームもねいろいろ見ていきたいですよね。ただね、あんまり中古ショップに Wii のゲームって置いてなかったりするんですよね。初めての Wii もね僕探したんですけど、結構周りにはなくて全然見つからなかったりするんですよね。あと人気のソフトはね結構すぐなくなっちゃったりするんですよ、中古ソフトでも。そこはねやっぱり難しい。まあ昔から人気なものであれば出荷本数もたくさんあるんで、すごくいっぱいねその中古屋さんに売られてて値段もすごい安いみたいなのあるんですけど、そんなに出荷本数は出てないけどめちゃくちゃ人気があるやつとかも結構あるんですよ。そういうのはまあなんだろう、ゲームキューブで言ったらなんかエアライドみたいな、そんな感じの、そういうのはね全然見つからないんだよね。で中古のものをネットで買うっていう怖さもやっぱりあるじゃないですか。だから僕は基本的に中古のものをネットで買うってことはしてないんですけど、結構ね大変だね手に入れるのは。僕もねまだね欲しい中古のゲームいっぱいあるんですけど、全然買えてない やつとかもいっぱいあるんで、まあなんか思いついくたびに iPhone にメモしてってるんですけど、全然揃わないね。2、30本買ったはずなのにまだ全然揃ってないですね。てか2、30本の中で本当に買おうと思って買ったやつはもう、なんだろう、お店に行く前からもう買おうと思ってたやつはもう10本にも満たないぐらいなんですよ。お店で見て、あこれもやってたなと思って結構いろいろポッ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 買ってたらそんぐらいの本数になっちゃっただけで、ちゃんとね自分が買いたかったやつっていうのは全然まだ見つかってなかったりするんで、どうしたらいいんだろうなあれって。
今でこそもうなんかダウンロードとかでも買う方法があるけど、まあ、でも昔のゲームも一応ねダウンロードで買うっていう方法はあったけど、もう今そういうののサービスって終了しちゃってるんで買えないんですよね、オンラインでも。だから難しいんだよね。まあ 3DS の e ショップとかもいい例ですけど、 Wii U とかのね、その Wii U とかの場合はバーチャルコンソールってなんだろう、ゲームボーイアドバンスのやつとかもやれたんで、そういうのもね、撮影も楽なんでね、その方が。できればね、e ショップが閉じる前に Wii U も欲しかったんですけど、だいぶ遅くなっちゃったな。ゲームボーイアドバンスもね、やりたいゲームいっぱいあるんですよね、正直な話。けど、ゲームボーイアドバンスをね、録画する方法が今ないんで、まあ、まだやれないかなっていうところなんですけど、まあ、一番楽な方法はあれですね。ゲームキューブのアタッチメントに、ゲームボーイアドバンスを読み込めるようにするものがあるので、それでテレビに出力して、そのテレビの画面を録画するみたいなのが一番、多分やりやすい、無難なやり方だとは思うんですけど、あれもね、ゲームキューブの時代なんで、3色コードなんですよ。赤、白、黄色みたいなやつ。もう今時そんなのねえよって話なんですよね。だから、ゲームキューブを録画する場合も、HDMI の変換器とかが必要になってきて大変なんですよね。まあ今ね、今すぐにもうゲームキューブとかゲームボーイアドバンスとかでやりたいっていうゲームがあるわけではないんで、そこはまだいいんですけど、まあゆくゆくは手に入れたいなとは思ってますね、変換器、 HDMI 変換器とかは。あ、まあでもあれか、ゲームボーイアドバンスは今スイッチにもあるもんね、一応。オンライン、スイッチオンラインのプラスの方に加入してれば、ゲームボーイアドバンスも多少遊べたはずだからな。何があるんだっけ、あれって。でもまだポケモンとかは来てなかったような気がするけどな。メイドインワリオみたいなのがあったのは見たけど、あと何があったっけ、あんま記憶にないんだよな。ポケモンピンボールとかあるのかなポケモンピンボールあったらめっちゃやりたいな。まあなのでね、ゲームキューブのゲームをやるために HDMI の変換器とかはあってもいいかもね。あ、まあでもそれだったら Wii があればいいか。 Wii もね、一応ゲームキューブと互換性があるんで、そのゲームキューブのソフトディスクを入れれば普通に読み込んでくれるんで、まあ最悪 Wii でもいいのか。ゲームボーイアドバンスはスイッチできるっていう風に仮定するんであれば、そっか。まあでも Wii も結局 HDMI はないんでどっちみち HDMI への変換器は必要なんですけど、まあそう思うとやっぱり Wii U はいいな。いや本当に e ショップ終了までに手に入れとくべきだったな、本当ちょっと悔しいな、そこだけ。なんか Wii スポーツとかもちょっとやってみたいよね、実況Wii スポーツリゾートとかどうやってやるのか分かんないけど、どうやってやればいいのか分かんないけど、マイクというか、まあ Wii のゲームってさ、その Wii リモコンを振り回すのが多いじゃん。なんか例えば Wii スポーツのボーリングとかだったらさ、ちゃんとボーリングみたいにその Wii リモコンを振るわけなんで、今ね、僕はこう、椅子に座って、モニターに向かってゲームをやってるんで、まあ、マイクとの距離もね、割と近い状態でやってるんですよ。それが、後ろに立ってやるってなると、多分結構、ちょっと離れてみるか。Wii をやる、Wii のそういうのをやるってなると、こんな感じ。こういうところで、聞こえてんのかな、一応。あ、でも聞こえてはいるっぽいな。こういうところで腕を振って、おっとか。チャンバラでいやーみたいなことをやらなきゃいけないんで、割と大変なんですよね。どういう収録方法をするかっていうのはちょっと課題ではありますね、ああいう Wii のゲームをやるってなると。まあタンクはね、そのセンサーの目の前にリモコンがありさえすればね、何でもいいんで、それはまあ別にいいんですけど、
そのマイクとの兼ね合いっていうのはちょっとどうしたらいいんだろうなって感じですね。もし仮にね、そうやってボーリングとかチャンバラとかをやるんであれば、そんな、なんていうの、小さな動きでやりたくないんですよ、やっぱり。そう、やるんであれば、本当にチャンバラしてるように僕は腕を振りたいんですよ、ゲームをするときでも。ってなると、座ってはできないじゃないですか、やっぱり。今座ってね、机の下にこうリモコンを握ってやったりすることが多いんですけど、可動域なんてもう本当に30センチもないぐらいのところにポンって手を置いてるだけでまあ済むんでね、リモコンの場合は。だからいいんですけど、もしウィリモコンとかってなっちゃうとね、スペースが必要になってきちゃうからなあ。でもね、もし、というかいずれね、リングフィットとかもね、ちょっと実況とかやっても面白そうだなとは思うんで、なんか撮る方法は確立したいな、確かに。で、そう思うとリングフィットってすごくない？リングフィットとかスイッチスポーツって。もうあのさ、Wii のセンサーバーいらないんでしょ？センサーバーなしで離れてもちゃんと読み込んでくれるわけでしょ？時代の進歩ってすごいな。しかも、もうスイッチの次世代機が出るんじゃないかっていう風な噂は出てますもんね、ずっと。9月もね、任大が毎年あるんで、今月もあるのかな。もうめちゃくちゃやってほしい気持ちはいっぱいですけどね。やってくんねえかな、任大。まあ、多分任大で発表はされないと思うんですけど、基本的にね、次世代機というか新型の機種ってなると、それ専用のダイレクトみたいなのがあるはずなんで、まあ、任大での発表はないとは思うけど、シンプルに任大が見たいな。もうね、言うても、ポケモンの DLC もね、冬には終わるし、マリオカートの DLC も冬には終わるし、マリオワンダーも秋には出るし、あとなんだっけ？なんかあったよな。あ、ティアキンだ。ティアキンの DLC はもうないっていう風に、青沼さんも言ってたし、まあ、ピクミンももう出たし、もう結構ね、一通り済んだ感じはあるんですよね。まあ、あと終わってないので言ったら、スプラぐらい。スプラのサービスはもうしばらくは続くとは思うんですけど、結構ね、いろんなゲームの終わりが見えてきてるんで、まあ、そろそろなんじゃないかなと僕は思うんですけど、来年の春ぐらいかな。まあ、スイッチがね、3月3日、とかだったっけ、確かだったんで、またそれぐらいの時期に発売になったりしても不思議じゃないかなとは思いますね。もし年末商戦、今年の年末に間に合わせるつもりだなのであれば、もう発表してないと間に合わないと思うんで、さすがにその時期に発売ってことはないと思うんですけど、まあ来年の春、3月4月、まあちょっと遅くなって5月ぐらいとかには来るのかな、どうなんだろう。まあでもまだスイッチで新しいゲームを開発してるみたいだったっけ、この前の任大の時。なんだっけ、スーパープリンセスピーチみたいなやつも作ってたし、ウィージマンションか、のリメイクも作ってたし、それがね、まあ互換性があるのかどうかっていう話ですよね、スイッチと。まあまず間違いなくあると思うんですけど、こんだけスイッチで長いことをやってくると6年 ?7 年ぐらいかも。さすがにね、そのハードで使ってたゲームがね、次にもう使えないとちょっと不便だなって思わせちゃうことになる気がしちゃうんでね。まあ Wii の時の Wii U みたいな感じで、おそらく互換性は持たせられるんだろうなとは思ってるんですけど、まあでもカセットだからね、スイッチのソフトって。ディスクじゃないから、次のソフトも、次のハードも、そのカセット形式で出るってことになるんだろうな。まあ、間違いなく同じような型ではあるとは思うんですけど、あれかもね、DS みたいなやつになる可能性はあるのかな。いや、ないか、さすがに DS みたいになる可能性って。DS みたいな、その折りたたみ式のものにドックに挟んだら
モニターにも映せるみたいなのをちょっと今一瞬考えたんだけど、ないか、さすがに。DS って、あれ、下画面も考えなきゃいけないってなると結構めんどくさいっすもんね。さすがにないな、それは。あんのかな？いや、ないよな、さすがに。そういうことしちゃうと、例えばマリオカートの場合、下画面があるとね、相手のアイテムが見えちゃうんですよ。まあ、DS とか、Wii U の時とかもか、ゲームパッド持って見れたんだったっけ？忘れたけど。DS とかがわかりやすくて、まあ、3DS のマリオカート7とか、DS のマリオカートとかだと、下画面でね、相手のアイテムが見えちゃうんで、それがね、もし携帯機が折りたたみ式で、携帯モードでやった時に見れるっていう風になると、じゃあ携帯機の方が有利じゃんっていう話になりかねない気がするから、ないんだろうな、それは。まあ、それはそれでちょっと面白そうだとは思うけどね、こう、スイッチになってからやっぱりタッチするゲームって減ったからね、その、なんて言うんだろう、 DS の頃はやっぱり下画面をさ、タッチペンでタッチしてなんか操作したりとか何か書いたりみたいなことが多かったけど、スイッチってだいぶ少なくなったもんね。それでちょっとね、タッチ機能みたいなのは使いたくはあるけど、まあ難しいのかな。まああとは値段だね。次世代機のどれぐらいになるんだろうね。スイッチが3万円切ってるってことを考えるとすごいハードだなとは思うけど、4、5万ぐらいはするのかな。いやでも任天堂なのでね、やっぱりそんなにね高いゲーム機って出さないような気はするんですよね。ただまあ今物価上昇してるっていうのもあるんで、なんとなく僕は3万円台で発売するんじゃないかなみたいな風には思ってるんですけど、よく考えたらね、だって4万5万とかのゲーム機ってめちゃくちゃ高いですから。 PS5 とかね、もう明らかにすごい値段するんでね。売り値もね、今まだ4万とか普通にそれぐらいいくから、さすがにそこまで高くはならないと思うけど、ちょっと心配な部分ではありますよね。その値段が高すぎて人が集まらないみたいに なるのもね、嫌なんで。特に任天堂は子供をねターゲットにするゲームとかも結構多いですから、てか基本的には子供をターゲットにしてるゲームですから、そんなに高くしすぎると親御さんの手が伸びないってことにもなりかねないだろうから、大変だろうね値段設定マジで。スイッチって3万円切ってるんだもんな。新品で同じ値段は無理だろうからな、さすがに。有機EL で3万5000か。あ、でも、そんな感じでバージョン違いみたいなのは出す可能性はあるかもね。その、ライトバージョンと通常版みたいな風に、最初から分けて発売する可能性は、最初からはないか、さすがに。まあでもちょっと期待しちゃいますよね次世代機来てほしいな。スイッチね、やっぱり FPS30 しか出ないっていう部分とか、あとね、僕個人的にちょっと思ってる部分なんですけど、そのリモコン、プロコンとの遅延が若干気になるなと思うんですよね。まあ僕そんなにそこを感じてる人っていうのは多くないような気もするんですけど、僕が昔使ってたスイッチとかもっとひどくて、あのスプラトゥーンやってるとなんか急にエイムがカクカクになっちゃうんですよ。まあそれはもう本体の原因だったのかな。まあ今有機EL の方新しいのを買って、それからはそこまでひどい遅延っていうのはなってないんですけど、それでもね、なんだろう、そのリモコンの振動、バイブレーションがなんかおかしなことになったりするんですよ。なん説明しにくいけど、普通だったらブーっていう振動のはずなのに、ういーみたいな振動になることがあるんですよ、たまにね。
で、まあ僕基本的にゲームやるときは振動オフにしてるんですけど、マリオカートをやるときは振動がないとちょっと不便なんですよ。空中でのミニターボがどれぐらい溜まってるかっていうのが振動でわかるんで、振動、マリオカートは振動つけなきゃいけないんですよね。まあつけなきゃいけないってことはないけど、つけた方が便利なんですよね。だから、まあできれば振動は消したいんですけど、そういう部分があるんで、やっぱり、Bluetooth 面の改善はちょっとしてほしいなって思いますね。特に、なんだろう。例えば、近くにね、Bluetooth 機器があるとすぐそういう風になっちゃったりするっていう部分もあるんで、そういう Bluetooth 面というか、電波面の強化みたいなのはあった方がいいなとは思いますね。あとは、LAN ケーブルの差し込み口っていうのは必須にしてほしいな。まあでもスイッチやってる人ってほとんど無線か、さすがに。どれぐらいいるんだろうね、スイッチのゲームプレイヤーで、ちゃんと僕は有線でやってますよっていう人。僕はね、もともとその PS4 とかも使ってたタイプの人間なんで、LAN ケーブルっていうのが、もうゲーム機には当たり前に挿していると思って、生活してたというか、まあゲームをやってたタイプのたちなので、初めてスイッチを買った時に LAN ケーブル挿す場所がなくて驚いたんですよ。で、USB からの、あの、LAN ケーブルの変換器みたいなのを買って、それでちゃんとスイッチをね、有線接続できるようにしたりとかしてたんですけど、そのスイッチって初期型のやつだとやっぱり、その LAN ケーブルの差し込み口がないから、そこはね、さすがにあってほしいなとは思うところですけどね。まあでもあっても誰も使わねえのかな。だったら USB タップがあった方がいいのかな。まあそういうことなんだろうな、きっと。まああくまでね、子供向けのゲームが多いですから、有線じゃなくても全然いいんでしょうけどね。僕はオンラインゲームやるときはさすがに有線じゃないと、周りにもね、ちょっと影響を及ぼしちゃったりすることがあるなって僕は思うんで、絶対つけるようにはしてるんですけど、まあ別にそれを相手に求めるとかっていうことはしてはいないですけど、まあスイッチにね、スイッチというか、まあそのゲームハードにね、そもそも USB じゃない、 LAN ケーブルを差し込むところがないんであれば、もうメーカーとしては別に LAN ケーブルを推奨してないっていうことになっちゃうんでね、そこは推奨はしといた方がいいんじゃないかなっていう意味も込めて、 LAN ケーブルの差し込み口はあってほしいですね。まあ、特にね、僕今自分のその家の Wi-Fi の電波は弱いんで無線でやってると全然繋がらないんですよ。なので、まあ有線じゃないとできないみたいなところもあるっちゃあるんですけど、まあできれば標準装備にしてほしいなとは思いますね。あ、久々にやったらもう結構喋ってたな、30分超えてるか。まあこれぐらいにしておこうかな、今回は。なんかまだ話したかったようなことがあるような気がしなくもないけども、まあそれは次の機会にしておこうかなと思います。というわけでね、まあ久しぶりのこの動画だったんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ明日から仕事という、明日からじゃねえか、今日から仕事という方もね、学校という方も、まあ気張らず適当にやり過ごしましょう。人生楽に生きた方がいいですから。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。またね、次の昇るの独り言でお会いいたしましょう。おやすみなさい。